そうだよね、久しぶりのハイブ長岡でさせていただいたんですけど、そう、青春時計の、発売記念全国握手会の時以来だったんですけど、なんかそう思うとすごいね、すごいですよね。だってファーストシングルから今もこうしてね、9枚目シングルも参加させていただいてね、なんか帰ってこれて嬉しかったです。ありがとうございます。めっちゃ久しぶりでしたね。ありがとうございます。本当昨日もい昨日も行き たかったかなね。そうなので、そうあの時そうだね、ライブもあったね、ミニライブみたいなのもありましたよね。そう懐かしい会場だったんですけども、そうできてよかったです。本当来てくださった皆さんもありがとうございます。駅からさ、ちょっと時間少しね、ちょっと遠いところでね、ありがとうございますね。昨日ありがとう、こちらこそ懐かしいね、ありがとうございます。なので次も昨日来れなかった方はもう明日のオンラインおしゃべり会楽しみにしてますし、20日の大釜も楽しみにしております。うん、ありがとうございますね、ありがとうございます。初めての握手会の、ハイブ長岡、あ、そうだったんだね、そうだったんですね。ありがとうございます。お疲れ様です、ありがとうございます。そしてね、そうこれどうなんだろう、あれかな、ちょっと隠し、あ、こっちからしようかな。あとね、そう、私の方も、そう、よかったら皆さんチェックしてみてくださいね。そう、ビッグワンガールズさんです。ぜひぜひ、そう、カップリング曲についてもお話しさせていただいてるので、よかったら、ぜひ、ありがとうございます。ありがとうございます。よろしくお願いしますね。そして、あ、買いました。ありがとうございます。そして、これどうしよう。これどうしようかな。リカちゃん表紙の限定版のやつなんですけど、ちょっと、ちょっと隠して、なんかバンされるかもしれないから、ちょっと隠してなんですけど、はい、隠してなんですけど、ちょっとこの手は絶対外せない、真っ暗になっちゃうかもしれないんで、そう、なんかさ、ショールームさん、たまにあれですよね、ちょっとグラビアの、やつ、ちょっとバンされちゃう場合があるので、なんか申請とかすれば、ちゃんとなんか前もってお話しすれば、大丈夫なんですけど 大丈夫なんですけど、あ、こうすればいいか。そう、なので、よかったらぜひ、あ、でもここにもちょっとセクシーだった、ちょっとここもセクシーだったんで、ちょっとこうやって、そこにね、ピンナップポスターもついてくるので、ぜひよかったらチェックしてみていただきたいです。あとこっちもね、そう、裏もぜひぜひ、あ、こっち、あ、裏もある、やばいやばい、真っ暗になっちゃう。そう、なのでよかったらチェックしていただけたら嬉しいなって思います。はい、よろしくお願いしますね。そう、ちょっとリカちゃんのボブさんを隠したいと思います。サヤのボブさんも隠します。 はい、よろしくお願いしますね。結構、あ、なんか予約してくださった方もいらっしゃいますよね。そうそうなんですよね。そう、後ろもね、そう、前表紙も表表紙も裏表紙も表紙もそう NGT で、ありがたいですね、嬉しいですね。そう、ぜひよかったらチェックしてみてくださいね。ありがとうございます。嬉しいですよね。そう、ポスターもね、そう、ピンナップポスターもあって嬉しいです。ありがとうございます。よかったらぜひチェックしてみてくださいね、2冊とも。はい、買った、ありがとうございます、ありがとうございます。そう、カップリングとかね、表題曲についてお話しさせていただいてるので、はい、ありがとうございます。あ、そうなんだ、まだでした。あ、そうなんだ、じゃあこれから届くのかなね、これから届くかもしれないと思うので、よかったらじっくりと見ていただけたら嬉しいなって思います。そう、ありがとうございます。こんばんは、こんばんは、ありがとうございますって感じですね。うん、あと何話そうと思ったんだっけな、何か話そうと思ったんだけど、ちょっと忘れちゃったのでコメント見ます。 ありがとうございます。うん、マリナちゃんのところ行けました。あ、本当？ありがとうございますね。そう、なんか久しぶりにね、前で来た方もいらっしゃったりとか、あとはその久しぶりじゃない、間違えた。 いつも来てくださる方から、お見送りとかで、そう、お見送りとかで、いつもね、お見かけする方も来てくださって、昨日当日券あって、そう、当日券があったので、その時に、そう、来てくださる方とかもいらっしゃって、すごく楽しかったです。うん、そう、ありがとうございます。なのでこれからもね、どんどん応援してくださる皆さんのことを知っていけたらいいなと思っております。あ、サマーバッグもね、届いてありがとうございます。
そう、ありがとう。青い炭メール届いた、ありがとうございます。そう、今回ね、生写真みんな鼻に生クリームつけてるので、そう、なんか今までになかったなんかあざと生写真になってると思うのでチェックしてみてください。うん、しかもなんかいつからかなんか2種類ぐらい出てますよね、写真の種類も2種類出てるので、よかったら両方ともチェックしていただけたら嬉しいなって思います。直接話せるのいいね、いいですよね。ね、あ、本当久しぶりのオフ会楽しかった、ありがとうございます。オフ会っていうの、オフラインおしゃべり会のこと。うん、そう、全員あざといです全員あざとくなってるので、よかったらチェックしてみてください。そう、鼻につけるの、なんか鼻、もうあのメイクさん、ヘアメイクさんがあのもう生クリームの絞るやつあるじゃないですか、あれを持ってた持ってたんですよね。うん、だから強制あざとしの生写真でした。うん、よかったら見てみてください。はい、ありがとうございます。あ、そうだね、お、台風の影響もちょっと心配ですよね。17日の公演とかもちょっと心配だったり、20日のね、あの公演じゃない、20日のおしゃべり会もねちょっと心配だったりするんですけども、そう、あ、本物の生クリームだよ。そう、本物の生クリームですよ。よかったらぜひちょっと見てみてくださいね、ありがとうございます。うん、あ、収穫の動画、あ、動画で見れてよかったで、ありがとうございますね、ありがとうございます、見てくださって。そう、じゃがいもの収穫もねさせていただきました。よかったらね、そう、農業のやつ見ていただけたら嬉しいです。 NGT の公式 YouTube にて公開されてますので、よろしくお願いします。ありがとうございます。農業部ぜひよろしくお願いしますね。うん、飛行機飛ぶかな、ね、そうだよね、飛行機もどうなんだろうね、飛んでくれたらいいけど、あ、14から15がやばいんだ。じゃあそしたらその後17とか20日だったらまあ大丈夫かな、ね、大丈夫かな、うん、ね、かなだと思います。あとで YouTube 見てみて、ありがとうございます、ぜひぜひ見てみてくださいね、ありがとうございます。うん、マリアちゃんって得意なじゃがいも料理ってある得意なじゃがいも料理何があるかな、なんだろう、なんだろうな、じゃがバターじゃないアルミホイルに包んでじゃがバターかなそうだよね、じゃがバター、うん、あ、今あれだよね、農業のあのじゃがいもの収穫のお話してたからだよね。うん、コロッケは作ったことないな、あるかな、あるったけな、小さい頃あったかな、ね、そう、あ、ポテトサラダも作るけど、作れると思うんだけど、お母さんがよく作ってたんだけど、ポテトサラダって意外と大変だよね。うん、ね、じゃがバターは料理なのか料理じゃないかあ、肉じゃがか、肉じゃがね、肉じゃがもね美味しいですけどね、じゃがいもってさ皮むくのが大変ですよね、ね、皮むくのが大変なんだよねね、なんか野菜ってさ皮むくのが大変だなって思うよね。うん、この夏ハマってる料理何、え、この夏何作ったかな、なんかもう最近ずっと作れてなかったんですよね、作れてなかったけど、でも焼きうどんかな、焼きうどん食べてたかも、焼きうどん好きで食べてたかも、焼きうどんも焼くだけなので、うん、焼きうどん食べてたかな。こんばんは、こんばんは、ありがとうございます、ありがとうございます。あ、ピーラーとかね、ピーラーとかもね大変だよねなんかピーラーとかもねなんかうまく使えないんですよね。そう、うん、7号は15から16の新潟、あ、そうなんだ、15から16なのかな、え、そしたらあれかな、ギリギリ大丈夫かな、17日の公演ね、どうなんだろうね。でも台風も台風でさ、なんかこういう風に来ると思ったら消えちゃったみたいなパターンとかもあったりするじゃないですか、だからどうなんだろうね、ね、ちょっと心配なところではあるんですけども、うん、ね、そう、あ、新潟ね暑いです、新潟はびっくりした、新潟ね、そう、新潟暑いの、そう、お風呂みたいな温度、そうね、あ、そうだよね、進路が数外れてくる、そうだよね、そうですよね、あ、本当直撃コースか、あら、気をつけてね、ね、サウナみたいに暑かったよね、2番目の声当てて待ってるね、ありがとうございます。部屋の片付けはねまだ終わってないんですよ、そう、お風呂だよね、本当に三条が暑いよ、ですよね、
ね、あ、そうそうなんですよね。風味爽快にしてさんの CM もそう今すごいたくさん流していただいててありがとうございます。嬉しいです。ありがとうございます。皆さんぜひねこの夏は風味爽快にしてでよろしくお願いします。あ、そう、わかる。新潟の夏ってね、暑いし冬寒いしすごいんだよね。本当にすごいよね。新潟って本当にすごい。めっちゃ暑いしめっちゃ寒いしなんですよ。うん、そうなんですよ。美味しい季節ですよね。ね、そうなんですよね。あ、この間コンサートでやっと見えた。あ、本当ありがとうございます。嬉しい、ありがとうございます。ね、暑いのは慣れないね。慣れないですね。でも冬よりはあの暑い方が好きです。寒いよりはか、寒いよりは暑い方が好きなんですよね。そう、高低差で耳気いいんですよね。ですよね。こんばんは、こんばんは、ありがとうございます。そう、美味しい季節だからね。そうですよね。うん、一口目がうまいありがとうございますね。うん、あ、そうなん、今年あれなんだ、結構あれなんだね。暑い、暑い、めっちゃ暑いんだね。うん、春と秋がなくなったよね。あ、確かになかったかもしれない。うん、なんかあっという間だったかもね。間違って東京でも CM 流れるからね。流れてほしいよね何かの手違いでね、本当にそう。このままだとね、大釜がちょっと心配なところではあるんですけどね。よかったらぜひ来てくださったら嬉しいです。多分大釜も当日券あると思うので、よかったらよろしくお願いします待ってますね。うん、そう、夏苦手。私夏はね好きなんだよね。あー、可愛い、え、女子の秋服可愛いのに見れなくなっちゃう確かにね、確かに春夏冬になりつつある。確かに秋どっか行っちゃうよね。うん、ねえ、確かに。そう、当日券あると思うので、よかったらぜひ。待ってますね。うん、あると思います。そう、よかった。あ、とか、オカマ、そうだよね、オカマ来れないっていう方結構多かったんですよね。そう、昨日とかもオカマ来ますかって、そう聞いたら、そう、来れないっていう方が多かったので、こんばんは、こんばんは、ありがとうございます。車じゃなければ冬がいい。あ、そっか、冬の方がね、ね、いろいろと、なんだろう、大変じゃないんですよね。なんだろう、夏だと大変なことって結構あるけど、まあ、冬も冬で大変なことあるけど、夏に比べたら冬の方が大変なこと少ないですよね。ねえ、こんばんは、こんばんは、ありがとうございます。なんか言ってるちょっとするしよなんか夏になればなんかどちらこちらみたいな、なんか言ってる方いらっしゃったんですけど、ちょっと処理しますちゃんと目で読んでたからね。目で読んでた、ごめんね、目で読んでたから目で読んでたからね、ちゃんと。うん、来月のオフライン楽しみにしてます。ありがとう、楽しみにしてるね。9月かな、9月だね。でもあっという間にもう今年の夏も、もう夏っていうか8月もう終わっちゃうんだね。ね、あっという間だよね。なんか本当に、そう、なんだろう、本当今年の夏はもう本当コンサートとかフェスっていう、本当になんだろうな、夏っていうのかな、イベント、そう、おしゃべり会とかも公演とかも本当にそう楽しい夏というか、もう一生忘れられない夏にを過ごさせていただいてますね。あっという間だよね。そうだよね。あ、そっか、もう1週間前になるのか、コンサート。え、待って、コンサートって何曜日だった、何曜日でしたかね。毎週イベントあるし。そうなんですよね。ギュッと詰まってた、本当にギュッと詰まってた。うん、でしかもさ、 MV 撮影とかもあったからさ、すごいよねすごいですよね。うん、ネックとかもあったりとかして、土曜日か、え、待って、ちょうど今日ってことか。今日、あ、土曜日か、1週間経ったんだね。そっか、ねえ、あっという間だ。コンサートは先週の土曜日、そっか、ちょうど1週間なんだね。わあ、あっという間、なんか一瞬だったな一瞬だったな。うん、早いですよね。そう、ありがとうございます。あ、そう、あとね、なんか亀子さんが撮ってくださった写真とかも、そう、なんか亀子さんが撮ってくださった写真を どうしたら見れるかな。西方まりなんてエゴサしたんですけど、そう、もっと見たいなって思ってるので、よかったらまたつぶやいていただけたら嬉しいです亀子さんで撮ってくださ亀子席で撮ってくださった方、ぜひ写真またアップしてくださったら嬉しいです。ありがとうございます。そうなんですよね。見たいなと思って、多分逃しちゃってる。なんか昨日も撮ってくださった方いて、そう、ちょっと見逃しちゃってたところとかもあって、そうなんですよね。
ゆさせなしあげきって、あ、本当ありがとうございます。またちょっともう一回あげていただけたら嬉しいです。見たいんですよね。ちょっとなんかね、なんかね、見れなかったり見れたりなんか逃しちゃったりとかしてて、よかったらあの西方まりなでしていただけたら嬉しいです。ありがとうございます。そうなんかね、本当にコンサート後もね、いろいろと、そうちょっとね、いろいろとバタバタしてて見れなくてありがとうございます。そう、見れてない写真とかももしかしたらあるかもなので、そうよかったらあげていただけたら嬉しいです。ありがとうございます。そう、西方まりな、ハッシュタグ西方まりなにつけてくださったら嬉しいです。はい、よろしくお願いします。劇場公演であの別を披露する予定はありますか？今10人なんですよね。で10人で、あの和田町も、そう、和田空か、和田空もね、そう、あのできて、披露できてなくって、そうできてないので、あ、確かにインスタのストーリーね、写真、そうだね、送っていただけたら嬉しいかもしれない。確かに載せていただけたら嬉しいです。ありがとうございます。そうそう、自然と和田町って言っちゃったんだけど、そう披露できてないから、そうだね、でも披露したいなとは思ってるんですけどね。そうなんですよね。そう、和田町だと日向がね、そうセンターだから日向の飛び方見たいし、そうあの別だとね、やっぱりリカちゃんがセンターの、リカちゃんがセンターで歌ってる姿見たいし、そうなんですよね。どうしようね。ね、披露できたらいいなって思うし、あとはなんかみんなで出演できる機会とかがあった時にみんなで披露できたらいいなって思ってます。うん、ね、確かにリリーベとかも確かにできてないもんね。そうだよね。ね、コロナ禍になってから、そうだよね、リリーベとかもできてないですもんね。確かに、うん、ね、そうだよね。特別公演とかであればいいかも。そうだよね、そうですよね。ね、披露できたらいいなって思っております。うん、確かに全役のミニライブもないもんね。なんかまたそんな感じでできたらいいですよね。確かにリリーベでそうしたいですよね。そうだね。命をかけるの別名は命をかけるです。あの命をかけろはなんか特にまんまかな。別名になってないや。命かけとかじゃない。うん、もう命をかけろは命をかけるで。お願いします。そうなんかね、そうなんか略す方法とか、なんか略語があんまり見つかんなかったから、よかったらあの命をかけろは命をかけろでよろしくお願いします。うん、そうそうそうなんですよ。確かにね、そうなんですよね。あの、そう、略すほど長くないので、もう命をかけろは命でもいいか。確かに命でもいいかもしれない。でいいかもしれない。命でいいかもしれない。今日人間と話した、今日人間と話したバレた。今日はね、ずっとね、家であのお掃除してたから、あのあれなんですよね、あの引きこもりでした。はい、あ、そう、小さい頃の命ってやってたね。そう、懐かしい。そうそうなんですよね。そう、ゴルゴ松本さん、そうだそうだそうだ、そう芸人さんね、いらっしゃいましたよね。そう、命ってやってましたね。そうね、確かに。あ、そうね、なんかこれからのね、今後の公演とかね、イベントとかで披露できたらいいですよね。それでもゆっくり休めたの、ね、そう、昨日あの寝落ち、ソファーで寝落ちしたんですよ。ソファーで寝落ちして、いつの間にかあのベッドに移動してたんですね。ベッドで移動してたんだけど、でもうつ伏せで寝ちゃってて、私、あ、フォローしました、ありがとうございます、こんばんは、ありがとうございます。そう、うつ伏せで寝ちゃってて、私だからなんか、なんだろう、最近寝てもなんか抜けないんですよね。そうそうなの、うつ伏せきつくない？なんかうつ伏せでずっと寝てて、そうそうなんですよね。だからなんかちょっとあんまりあれだったかも、なんかちゃんと、なんていうの、いい姿勢で寝れてなかったかもしれない。そう、呼吸はできてた、なんかこうやってこういう風にこう横向いて寝てたから大丈夫なんですけど、そうなんだよね、なんかちゃんとね、寝た方がいいよね。そう、でもびっくりした、うつ伏せで寝てて、てそう、でもなんかうつ伏せで寝るの好きなんだよね。そう、ぐっすり寝れないですよね。結構うつ伏せで寝ることたまにあって、そうなんかね、分からないけど、そう、うつ伏せで寝るの好きなんですよね。うん、ね、それだけ疲れてたのかな、分かんないけど、なんか全然自分ではね、疲れた感覚とかは全くなかったんですけど、そうなんだよね。
そうなのでちょっと気をつけますね。うん、気をつけたいと思います。ヤクルト戦の出番だあ、でも実家帰った時ヤクルト戦あれかな、お母さんが出してくれた。うん、そう、お母さんね、ヤクルト戦見つけるとで買うんですよね、そう、自治域ね、ヤクルト戦がさ買えなかった時があるから、ヤクルト戦見つけるとお母さんすぐ買うそう、そうなんですよね。あ、そう、カラオケにね入ったみたいなんですよね。そう、入ったみたいなので、ここに入ってるのかな、別ちょっと調べてくるね。そう、カラオケに入ったって、そう、教えてくださった方もいらっしゃって、今もねコメントであったんですけども、あ、ちょっと待って、あ、入ってなかった、こっちには。あれ、ちょっと待って、入ってない、あ、入ってなか、なかった。まあ、ショールームさんはまだだったね、まだだった、まだだったね。そう、私もカラオケアプリでね入ると教えてくださる方いらっしゃるんですけど、そう、それで私もね、そのカラオケアプリを見たら入ってたんですよ、入ってたんですよね。 そっちには入ってたんですけど、ちょっと待って、もう一回見てくる、もう一回見逃してない、多分見逃してないと思うけど見てくるね、ちょっと待ってね。あ、確かにそうだよね、こっちで検索すればいいのか。ちょっと待ってね。嘘、ちょっと待って、今待って、ありがとうございます。あの差で検索したら出てきたありがとうございます。そう、 NGT だとなかった、今なかったんですけど、あの差だったらあった。お、すごい、やっぱあれなんですね、そのダムさんのアプリあるじゃないですか、ちょっと水探します。そう、ダムさんのさアプリが入るとさ、やっぱショールームさんも入るんですね、すごい。そうなんだね、じゃあ歌おうかなうん、そう、 NGT だとねまだ入ってなかったんだよね、多分あれだよね、そう、多分ね、はい、こっちに反映されてないんだろうと思う。うん、やっぱそうだ、そう、一番最初にね、あって、あの NGT の曲のあの順だと空き缶パンクが一番最初に出てるので、ねカップリング曲は入ってないんですよね。そう、カップリング曲は入ってなかった、意外と早かったね。え、早かったですよね確かに今日ちょっとちょっとね、今日ここで一番一番っていうか、今日誰とも会話してないので、ちょっと確かに検索方法大事だね。今度からまたなんか NGT の欄になかったら、 NGT の一覧になかったら曲名で検索してみますね。ちょっとどうしようかな、え、どうしよう、ノードナルスに違う歌を歌います一回違う歌を歌うかな、うん、ちょっと今日ね、本当にそう、本当にね、今日ここが第一声なんですよそう、そうなんですよ、第一声がここなので、ちょっと声が出ないかもしれないので、ちょっとウォーミングアップしたいと思います。え、何がいいかな、ウォーミングアップするのには。何がいいと思う？ここが第一声なんですよ。そう、私、うん、本当に、そう、なんか実家いるときはさ、お母さんとかがさ話しかけてくれたりするからさ、喋るじゃないですか。そう、家族が話しかけてくれるけど、そう、でもそうなんですよね。なんで、ちょっと探します。どうしようかな、カラオケで探す。ちょっと探します。え、どうしようかな、何歌おうかな悩んじゃう、ちょっと喉鳴らしに、あ、じゃあこれにしよう猫とも喋る、え、猫とも喋りますよ私。あ、声多分小さくなったの、ごめん、このイヤホンしたからだ。で、それでは、じゃあ一旦この歌を歌いたいと思います。小さくなっちゃった、世界はどこまで青空なんだろう。
地平の彼方に目を留めた。ああ、どこかで誰かが泣いてはいないか。ああ、日差しがこのまま続けばいいけれど、晴れていてほしい、澄み切ってほしい。悲しみは風に流されて、何もない空を、美しい空を、青空を僕は信じる。ああ、突然予期せぬ嵐が来たって、あなたは絶望をなんかしてはいけない。待っていてほしい、見上げててほしい。この空を立ち直ってゆく。太陽は昇り、そしてまた沈み、永遠に光輝く。早かったかな。いつもだいたいさ、あの終わり気味、終わり気味、終わり気味、終わりのところへんでさ歌ってるからさ、そうちょっと歌うあれがあれかな。ちょっと早かったかもしれないね。まあいっか。じゃあ歌ってみようかな。でもちょっと歌えないかもしれない。歌えなかったらごめんね。先に謝っとくスタイル。こちら、あ、で、あのさ、出てくる。そう。さ、そう。そう。なんか、しかもさ、あの、私、あそこ、なんだっけ、あの、あそこの部分とかもね、高い方をしたんですよね。そう、あの、なんだっけ、あの、あそこ。
いつか会いに来てとかもそう、なんかそう、あの子高いところとかもそう、なんだっけな、そうなんかね、ちょっとね、なんて言えばいいんだ、高い方、そうなんだったんだよね、そうラップ、ラップじゃないところ、なんていうの、なんて言えばいいかな、そっと微笑んでとか、そういつか会いに来てのサビの前、そうサビの前がね、そうちょっと低いところが出るかな、そう高い方、高いなんていうの、違うパートの方をあのレックしたんですよ、そうレックしたんですよね、ちょっとだから大丈夫かな、そっと微笑んでいつか会いに来てだよねあとハモリになっていくところ、そう下の方、下ですよね、ちょっといきます、歌います、え歌えるかな、緊張してきた、うんうんうん、ララ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 ラ、そうだよね、大丈夫、空何度も見たことのある、雨上がりの虹なのに、今日だけはなぜだろう、いつもより鮮やかに見えるんだ、私のパートです、君が遠い街へ引っ越すなんて突然言い出すから、胸がキュンとして、君の存在に僕は気づいたんだ、あのさ、いや別に言葉にはできない、 I love you 幼なじみはなんか恥ずかしい、どんな時だって友達だと固い約束をしてきた僕ら、今になってどうすればいい、このままでさよならかな、今日みんなと共にとげな元気でな、引き止められない涙でそうだ、慣れてなさすぎて、これ虹に願い置いたらいつの日か叶うのかな、気に入ってたいつでも変なことを昔から思いつくよね、流れ星と違うと笑ったけど、どんな願いするつもり、そして僕にゆるそっと微笑んでいつか会いに来て、それってどういう意味、どこかへ行ったって会いに来る、ずっと前から大好きでした、恋と気づくには近すぎたね、こんない関係壊したくない、抱きしめなきゃ今夜なのかな、友達で終わっちゃいそう、どういう意味、あ、ここですね、問題一番恥ずかしいこのタイミングだけど、この時逃せば後悔の日々、どうするこのままさよなら感想、ちょっと待って、言葉にはできない I love you だから、いきなりキスしちゃいました、言葉にはできない I love you 幼なじなんか恥ずかしい、どんな時だって友達だと固い約束をしてきた僕ら、
このままでさよならかな今日みんなと共に溶けない元気でね引き止められない涙で止めてね。ありがとうございます。多分今までで一番難しかったラップの部分って多分オーサムだと思うありがとうございます。あ、よかった、歌えた。なんだかんだ歌いましたね、でも高いんですよね、あそこで。そうね、今になってどうすればいいがね。そう、ちょっと高いんですけど。そうでもよかった。そう、一番難しいラップシリーズは多分オーサムだなそうかなですね。確かにどんどんキー上がっていくもんね。そうそうなんですよ、オーサムだったと思う。一番難しかったのだから多分オーサムに鍛えられたあ、そうだ、命もそうだ。私命のあのラップパート歌ってないんですよ。そうやられるぐらいしか歌ってなくて。そうアフロ初めてで聞いた、よかった。そう命をかけるの、そうあラップパート歌ってないからあそこ難しいかもやばい、待って、一番難しいかも。え、待って、え、ちょっと待って、やばい、命入ったら私歌えないかもやられるしか歌えない、どうしよう。ちょっと待って、ラップパート私ね担当してなくて。そうあそこやばいよね、食物連鎖の中。そうあれだよね、なんちゃらなんちゃらかんちゃらなんちゃらやられるだろうってね、すごい早いんですよねあそこ。え、絶対歌えない私自分のパートだけ。だいたいさ、こういうさアイドルとかってパート分けされてるから、そう自分のパートでさ、自分のパート以外ってあのこういうカラオケとかじゃないと歌わないんですよ歌わないので。そうなんだよね、ちょっと 誰か連れてこいかな、日向連れてこいかなそうなんだよね、全パートを歌うことって、そうなんですよね、そうないんですよ。レックの時とかもその練習でなんかあの他のパートとか歌ったりとかあるんですけど、レックするってなった時は自分のパートしかそう取らないので、あとサビとね、みんなが歌うところとかもしか取らないので、確かにやばい、そうかも、難しいかもねやばい、命をかけるが入ったらちょっとめっちゃ練習します。うん、めっちゃ練習しますね。いや本当にそう、そうなんだよね、大変だよね入ったら。でもね、他の曲は多分今入ってないんだよね。そうなのでありがとうございます。改めてあのさ、いや別にを聞いて、ありがとうございます、ありがとうございますね。そう、 そうだね、練習たくさんすれば、あ、入るのかな。私あれも歌いたいんですよね、昨日よりも今日、今日よりも明日も歌いたいんですけど入ってないんですよね。うんね、そうなんですよね。 そうなったらやられるだけでじゃあやられるだけでやろうかな。うん、そう、そうだね、帰ってきてありがとうございます。そうだね、練習しますね。そう、私もねカラオケのそのアプリさんにはすごいお世話になってるんですよ。そう練習したりとかするときに使ってるので。そうそうなんですよ、今日、昨日よりも今日入ってないので、そう歌えたらいいなと思ってて。うんね、そうカラオケで歌いたいですよね。そう、あ、結構あれかな、あと何が入ってないかなね、何が入ってないかな。こんばんは、こんばんは、アカペラで。でも曲がいいよね歌うなら曲がいいなって思うんですよね。うん、自分のパートだけ歌うカラオケも楽しそうそれ以外何する、歌ってないパートはどうする。娘は大好きな昨日よりも今日、あ、本当ですか。え、あのね、多分自然渋滞も確か入ってなかった気がする、ちょっと待って調べてくる。多分自然渋滞入ってないよね、自然、あ、入ってないですね、ゼロ件でした。自然渋滞で検索したらゼロ件でした。そうなんですよね、カップリング曲ね、表題曲はね入ってるんですけど。確かに、え、マリナさんの歌わりパート、あ、本当、マリナお姉さんの歌わりパートね、どこだ、え、最初のさっきの今日だけはなぜだろういつもより鮮やかに見えるんだのところと、あとはあそこそっと微笑んでいつか会いに来てのところも私のパートでございます。はい、あとだけどこの時逃せば、ん、
ちょっとで一番恥ずかしいこのタイミングだけどこの時逃せば国会の日々、国会のだけどこの時逃せば国会の日々も私のパートでございます。そう、わちゃこなるも入ってないんですよね。そうなんですよね。星も聞きたいんだけどないよね。星になっちゃった、星になっちゃった、なんだろうね。そう、視点渋滞もいいですよね。命のかけろも入ったらいいなとは思ってます。入る曲ってどういう基準なんだろう。確かに、ね、どういう基準なんだろうね。ねえ、どういう基準なんですかね。あ、確かにラーメンワンダーランドは入ってるもんね。あ、絶望ね、絶望入ってないね。絶望は入ってない。絶望私も大好きなんですけど、そう、絶望入ってないんですよね。そうなんですよね。そうなんです。はい、ね、こんばんは、こんばんは、ありがとうございます。そう、そうなんですよね。ね、確かにそうなんだよね、入ってないよね。待ってね、あるのかな、ちょっと調べて。あ、入ってないんだ。キス調も入ってないんだね。キスをちょうだいって今調べたらね、そう、ししゃもさんの歌が出てきた。うん、ね、そうなんですよね。サマコンで久しぶりに聞いたね。スキージ受けましたよね。入ってないんですよね、基準わかんないよね。なんだろうね。でも一応あれなのかな、表題曲は必ず入ってるような感じですよね。ユーザーのリクエストが多かったから入ってくる。あ、確かにリクエストがあるとそうなのかな。ダムさんのアプリに、確かにダムさんのアプリによかったらリクエストをしていただけたら嬉しいです。はい、わちゃこな大好きマンです、ありがとうございます。そう、キス帳って言います。そう、あれはキス帳で略してるかな、略してるよね。ね、よかったらリクエストいただけたら嬉しいです、ありがとうございます、ありがとうございます。うん、え、あ、昨日より今日も入ってなくて、よかったら皆さんチェックしていただけたら嬉しいです。わたちょう、ごめんなさい、絶対わたちょうって略違うよね、ごめんなさい、わたぞらですよね、怒られちゃう、ひなたにね、怒られちゃいますね。うん、リクエストしたら入ってたりします、入ってたりするかな。リクエストじゃあ皆さんよろしくお願いします。そう、昨日よりも今日とか、あと命をかけろとか歌いたいなって思ってます。うん、ね、ひなたはこうなっちゃうね。こんばんは、こんばんは、ありがとうございます。でもよかった、あの歌えて。そう、またこれからどんどんいろいろと歌っていけたらいいなって思っております。うん、また調がしっかりくる、また調がしっかりくる、しっくりくるよね。ね、そう、そう、なんだかんだわたちょうで、そうなんだよね。なんか自分、そう、私も、そう、わたちょういつからかわかんないけど、かえりちゃんがそうだよね、言い始めてからだよね。ね、そうですよね。え、あ、全然歌う時間で、ね、変更したわけじゃないんだけど、そう、変更したわけではなくそう、入ったよっていうのをね、お知らせしていただいたので歌ってみました。そう、流れで歌いました、ありがとうございます。うん、あと15分なんだね、あっという間だね。やばい、そうだよね、ひなたに怒られるね。ちょっとひなたに言ったこと内緒にしといて。またちょうじゃない間違えた、キス調の、あ、ね、またね、キス調、そう、この間ね、そう、あのさせていただいて楽しかったんで、一緒にまたやりたいですね、みんなでやりたいです。うん、あ、本当、あ、そうなんだ、はるかむらと私が歌ったんだ。へえ、そうなんだね、よかった、歌えてよかったです、ありがとうございます。どうしよう、何か歌おうかな。じゃあまた最後に、あの、またあの際別に歌おうかなね、あの際別にもう一回後で歌おうかなって思う。あ、本当、今ちょうど歌ってるんだね、2回目歌ってるんだ。2回目私も歌おうじゃあ違う曲なんか歌おうかな、何がいいかな、何がいいですか、なんか他に歌おうかな、ちょっとなんかカラオケタイムで。あ、じゃあちょうど、じゃあ私歌おうかな確かに今この流れでこんな、なんかわたちょうなのかわたずらなのかみたいな話してたから、じゃあこの流れで歌いたいと思う。あ、シャイピーもいいよね、歌います。なんかカラオケタイムみたいになってた。ありがとうございます、ありがとうございますね。
どこまで行けば夜明けが見える。暗闇の中で汽車を待つステーション。思い出だけじゃ生きていけない。明日のために愛を探しに行こう。心の羽羽ばたくこと。過ぎてくとき感じないまま大人になるものか。僕たちはずっと夢を見続ける。セリフの出まとめ。渡り鳥たちに空は見えない。飛んでるのはどこなのか。今風に逆らい包もうとしている。渡り鳥たちに地図なんてない。ひたすら本能的にいくつもの荒波を大陸を目指している。青春の群像。すごい鳥すごい鳥がいっぱい。めっちゃいいね。都会の暮らし好きになれずに、あれから何度帰ろうとしただろう。記憶の底甘く苦い。疲れ果てても休めなくて無理した遠い日々。僕はどうしてゆくのだろう。この羽は自然に動いてしまうよ。季節は巡りたくましくなり、若さは道も気にしなく。懐かしい思うのは故郷を覚えている。夕焼けの美しさ。今それで言いますね。今になって分かることがあるが全然入らなかったです。行ったり来たりしてるのは飛び出した街とは憧れた街。まだの景色は変わらない。眺める自分だけが変わった。大人になるっていうことは何かになれることですか。刺激のやがてなくなって当たり前のように春が来る。とても早いんだね。心の羽根羽ばたくこと。過ぎてくとき感じないまま大人になるものか。僕たちは今どこにいるんだろう。新潟。渡り鳥たちに空は見えない。飛んでるのはどこなのか。今風に逆らい包もうとしている。渡り鳥たちなんてない。ひたすら本能的にいくつもの荒波を大陸を目指している。青春の群像。夢見るか諦めるか。いいね。よいしょ。また、綿空。またちょっと言おうとしちゃった。そう、あの、綿空もね、いい曲ですよね。ね。コンサートで披露できたのも楽しかったな。そう、本編の最後だったんですよね。お昼公演の。そう、本編の最後に披露させていただいて。確かに、もう一曲いけそうだね。何か、どうしようかな。何がいいかな。悩むな。何がいい。みんなに聞こう。何がいい。あ、
AKB さんね、 AKB さんの夏曲のところも良かったよね。夏っぽい何か、夏っぽい、しゃしな、カチューシャ、カチューシャね、高いんですよねカチューシャね、カチューシャね、シャーピー、カチューシャ、シャーピー、シャーペン、シャーペン誰も彼も叶わないよってなる そう、なるんですよね、そう、なるんですよ、そう、そう、いい歌だけね。ちょっとじゃあ1番だけ歌おうかな。エビ、じゃあエビリデイカチューシャ、ちょっと1番だけ歌おうかな。エビリ、あゆうえ、あゆうえ、歌えるかな、声出なかったらごめんね誰もか、誰もかなはないよってなっちゃったらちょっと待ってね、どうしよう、あれどこだっけ、何行だっけ、あ行だ分かんなくなっちゃう、これ探すの本当に大変、これよいしょ、じゃあ歌いたいと思います。ぐるぐるしてる、入るかな、あった、いいよね、イントロから明るくて、うん、太陽が昨日より眩しく照りつけ始めたら、真っ白な T シャツに今すぐ着替えて君を誘いたい、海沿いの、あ、そうだ、ここあるんだ、国道をまだまだ空いてるバスに乗り、潮風を追いかけて、誰よりも早く夏を探すんだ、心の隣で同じ景色見ながら、何年間も
さん似合う髪を染めた天使のワンカットは変わらないで、君が好きだ言葉にできないよ、はいはいはい、君が好きだ僕のこの気持ち、君は好きだ小麦色に焼けるように、恋はきっといつか気づくものさ、 The everyday everyday 隠さない、 everyday everyday 隠さない、じゃじゃん、ありがとうございます。あ、この部分あるんだ。じゃーん、すごい、めっちゃ綺麗だね。すごい、アウトロもイントロもすごい、ありがとうございます。じゃじゃーんで終わることが多いからさ、あのワンハーフでやってるとね、そう、海沿いのとかの、ね、ところとかも、そう、ワンハーフだとないんですよね、だから歌って気づく、振る。ありがとうございます、ね、なんだかんだ歌い切っちゃったということで、じゃあ最後に、じゃああの歌で締めたいと思いますね、今日2回目歌っちゃった、いっか。そうなんだよね、そうライブだと最後もないし、そう海沿いの国道をのこともないし、そう、あ、最近ね水にハマってます、そう、最近水好きでめっちゃ飲んでるんですよね。そう、確かにね、 NGT イントロないもの多いかもしれないね、確かに、リリカちゃん、そっか、4歳なんだ、リリカ。水美味しいよね、そう、水美味しいですよね、ちょっと待ってね、どこだっけ、あった、水美味しい、そう、水美味しい、でもどこの、でもどこだろうな、いろいろ好きですけど、なんかパって撮ってるのは、どこだろう、どこだろうな、いろいろ飲みますね、はい、よいしょ、じゃあ食べたいと思います、最後です、ララ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 今日だけはなぜだろう、いつもより鮮やかに見えるんだ、君が遠い街へ引っ越すなんて突然言い出すから胸がギュッとして、君の存在に僕は気づいたんだ、あのさ、いや、別に言葉にはできない I love you、 幼な君が何か恥ずかしい、どんな時だって友達だと固い約束をしてきた僕が、今になってどうすればいい、このままでさよならから、今日みんなさそうに、そけな元気でな、引き止められない、何気だけそうだから、もう高いね、すごいよね、アイドルの曲って高いよね。ねえ、にじみ願いを聞いたんだ、いつの日か叶うのかな、君いつかいつでも変なとこを向
昔から思いつくよね。こっちこっち。流れ星と違うと笑ったけど、どんな願いするつもり、そして僕に言うぞごと微笑んで、いつか愛にして。それってどういう意味？どこかへ行ったって愛に行く、ずっと前から大好きでした。恋と気づくには近すぎたね。こんな関係壊したくない、抱きしめなきゃ今夜なのかな。友達で終わった以上も今ね、好きな子の何かそれってどういう意味？ひなた、ひなた怒られる。一番恥ずかしいこのタイミングだけど、この時逃せば後悔の日々。どうする、このままさよならか。そう、ちょっと待って、言葉にできない愛なぐるだからいきなりキスしちゃいました。そう、はるかのままでした。言葉にはできない愛なぐる、幼なじみはなんか恥ずかしい。どんな時だって友達だと固い約束をしてきた僕ら、今になってどうすればいい。このままでさよならから、今日みんなさそうにとってな元気止められない、涙でそうだから。怒られる、やばい、怒られる。ありがとうございます。怒られる、これは怒られちゃうね。うん、まあいっか。これからも真似していこう。それってどういう意味？ちょっと待って。はるかな、ちょっと待って。でもリカちゃんのモノマネ難しいんだよな。あのさ、あのさ、あのさ、いや別に。いや難しい、リカちゃん難しい。リカちゃんはね難しいんだよね。うん、そう、ちょっとひなたの方がやりやすいかもしれない。それってどういう意味？じゃあこれからね、あの歌い続けるときは歌い続ける。これからショールームで歌うときはあのモノマネします。それってどういう意味？あのさ、いや別に。いや難しいね。ニカちゃんのモノマネがめっちゃ難しい。ニカちゃんがめっちゃ難しいよね。うん。どうしよう。そう、ちょっと待って。まあ、できるんだけど、そう。それってどういう意味と、そう、ちょっと待ってはできるけど、リカちゃんは難しいな、ちょっと。そう、あ、似てるでしょ。そう、そう、ちょっと待って。ちょっと待って。そう、似てる、自信あるかも。そう、なのでありがとうございます。時間が過ぎちゃった。ということで今日も見ていただきありがとうございますね。8月は、そう、あの、あ、よし、撮るで。8月はね、あのショールーム配信したいなって思っておりますので、よかったら8月見に来ていただけたら嬉しいです。セリフはモノマネせなあかんのね。そうだね、ずっとモノマネしてます。ずっとモノマネしてるかも。うん、そう、明日のオンラインそれ聞きたい人いっぱい、そういるかな。全然言いますよ、言います。あの、モノマネしてって言われたらやります。はい、ありがとうございます。そうだね、8月も3分の1終わっちゃったのかね。終わっちゃったんだね、お盆休みは。あ、そうなの、20日までなんだね。もう一回楽しみした。恥ずかしい、披露するとき。ありがとうございます、ありがとうございます。ということで今日も見ていただきありがとうございます。そう、丸1ヶ月なかったんよ。そう、なかったんですよ。そう、ショールーム配信ができなかったので、8月はいっぱいできたらいいなと思います。で、今日のどうしよう、今日のハッシュタグは今日のハッシュタグ
今日のハッシュタグどうしようかな、何がいいかな、それってどういう意味にしようか思ったけどちょっと怒られるのでやめてやめたいと思います。ちょっとそれってどういう意味にしようかなと思ったけど、あ、こうだね、ここが第一声にしよう、ありがとうございます怒られてるからやめて、そうごめんね、ここが第一声にしたいと思います。そう今日ずっとねお家にいたんですよ、ちょっと引きこもってたから、そう引きこもっててずっとお家にいたから、そうあのここは第一声でした。そう誰とも会話してなくて、いやなんかさこの誰とも会話してなくてっていうとさ本当になんかね心配されちゃうよね。うん、そう大体でもね、そうお休みの日、その実家帰ってる時だったらさ家族とね話したりするけど、そうあの一人暮らしでさあの後にいる時はあれなんですよね。そう大体こんな感じです。ショールームがそう第一線になることが多いです。ちょっとこうとかティッシュを掃除します。夜中でも掃除するの、なんかあのなんて言えばいいんですかね、掃除機はかけないお掃除をします。掃除機はかけないお掃除、まあお片付けか、なんか整理整頓みたいな感じでしたりとかはしようかなと思ってる。そうちょっとねずっとできてなくて、お掃除がこのリハの期間、そうあんまりちょっとちゃんとできてなかったから、そうずっとしたいなって思ってます。はい、そうなんですよね。あ、掃除しながら独り言を、あ、そうなんだね。私はだいたいお掃除するときはそうあれかな、何か見ながらっていうのが多いかな、なんか YouTube とかで何か流してなんかこうなんか本当聞きながら見ながらお掃除みたいなことが多いかな。そうまだね終わってないんですよね。そうちょっとクローゼットと、そうメールで言った通りにクローゼット引き出しとかしかあんまできてないので、そうベッドの下とかか、なのでちょっと残りはしたいなって思っております。はい、あそうな、シンクの掃除も、あそうシンクの掃除もしたいんですよね。そうすごい、 ありがとう、今日も可愛い西がたまり、明日も可愛い西がたまり、明日も可愛い、ありがとうございます、そんな言ってくださってありがとうございます。はい、バチェラー見れる余裕もあってよかった。あ、全然あります、全然あります、ありがとうございますね。ということで今日も見ていただきありがとうございます。どの、あ、見習いたいけどどの期間もできてませんね。でもなんかそうお掃除ってさあの体力使うよねって思った今日そうすごい、あのなんだっけ、洗濯機の下のお掃除とかもしたんですけど、その時とかもそう体力使うんですよね、結構力いるよね。そう夏の掃除だから疲れるのかね。ありがとう。ということで明日はオンラインおしゃべり会です。来てくれる方いるかないるかな、来てくれる方、ちょっと最後にそれを聞いて終わりたいと思います。いますか、どうですか、買い忘れました、なんといます、やったね。めっちゃ暑くない、そうだよね、あ職場から、はい、ありがとう、あれ明日のは買ってない、なんと間違えて撮った、いや間違えてないよ、あ一部だけ、ありがとうね、はい、よろしくね、ありがとう、ありがとうございます。明日は撮ってない、次回は26日、ありがとうね、待ってるね、明日仕事頑張ってね、一瞬だけ行きます、待ってるね、月末まで我慢、そうなのね、あそっか、オンラインは全然買って、じゃオフラインは買ってくれてるのかな、ありがとうございます、ありがとうございます。ということで実家からありがとうね、オンラインしてる、あ心はオンラインしてる、心はオンラインしてるか、心はオンライン、ありがとうありがとう、じゃあずっとオンラインしといてね、うん、ありがとう、明日仕事頑張ってね、ありがとうございます、ありがとうございます。オンラインはね当日券ないんですよね、うん、難しいのかな、やっぱオンラインで当日券って、なんかでも当日券あったら良さそうだよね、オンラインもね、うん、扱いきます、ありがとう、あ明日久しぶり、間違えた、ごめんなさい、なんかコメントをごっちゃにしちゃった、明日参加します、あそうなんだね、これね、あ無理しないでね、久しぶりです、ありがとう、ありがとうございます。ということで、あ確かに、そっか CD を渡せないからか、そっかそっか、確かにね、明日のお洋服は決めてます、はい、マスク取って喋るのがちょっと恥ずかしい確かにね、オンラインだとね大丈夫ないもんね、うん、ね当日券欲しい、そうだよね、ねえそっか、あいろいろ予定があって、あいいよいいよ、全然またお会いできる時楽しみにしてますね、ありがとうございます、ありがとうございます、そうだよね久しぶりだもんね、オンラインもね、
ということで今日も見ていただけたら、見ていただけたらじゃない、見ていただきありがとうございますありがとうございます。ということで、なんだっけ、あ、今日のハッシュタグは、ここが第一声にしたいと思います。次回に参加ありがとうね、待ってるね、朝のね、お墓参りね、いってらっしゃい、みんな気をつけて行ってくるんだよ。時間変更できたら嬉しいな。確かにね、時間変更ができないもんね。うん、ね、ありがとうございます。ということで今日も見ていただきありがとうございます。じゃあスクショタイムにしたいと思います。出た、こんばんは、ごめんね、終わっちゃうんですよね。出ましたか、はいはい、ちょっと今日あれなんですけど、出ましたかね。出た、あの別のポーズ、あ、これだ、これね、 R で理科になってるんですよ。これにしようかな。そう、理科になってるんです。ありがとうございます。そう、ここで理科になってるんですよ。そう、あ、そう、リ、そう、 R でしょ、今になってと1になって K になってるんですよ。で A になってるんです。そう、それね、理科になってるんですよ。そういうポーズだったの。そう、リ、そう、今になってどうで、そう、あいてどうすればいいで K になって、で A でハートになって、そう、でハートでドドドドって感じです。そうなんです。そう、理科になってます。あ、そっか、みんな知らなかったっけ。あれ、あ、そっか、知らなかったか。そうですよね。あ、そう、これ鼻に、これ鼻に入れない、鼻に入れるところなかったそうなんですよ。そう、あのチョコネムとかを考えてくださった先生が考えてくれました。そう、そっか、そっか、あ、そっか、シャツ知りでした。あ、ほんと、そっか、確かにあれだもんね、あのサビの振り付けとかはあの TikTok とかであったけど、確かに今になってどうすればいい、確かに、そう、知らんかった。そうだよね、そう、理科になってます。そうなんですよ、確かに、ほえー、そうなんです。そうだからね、結構今回は振りが細かいですね。そう、そうだよね、言葉にはできない I love、 そう、 I love you になってもね、こっちか、 you で、幼馴染はなんか恥ずかしって、そうなってるからね。確かに、そう、そうなんですよ。よかったらぜひ、いろんなところ見に行く人なら知ってる子でも、なんかみんないろんなところ見に行く人でも知らなかったっぽいくないね、なんか知らなかったみたいだよね。確かに、シュアみたいなところは入ってるかも。そう、幼馴染とか入ってるかも。そう、これとかも、そうだね、なんか確かに手話みたいな感じかもね。うん、そう、3回指つった、大丈夫ということで、そう、チョコデムはね、確かに振り細かいかな。うん、ありがとうございます。ということで、今日も見ていただきありがとうございます。ごめんね、ちょっと名前が呼ぶの遅くなってしまったんですけど、名前を呼びたいと思います。13位がりょうさん、365日、マリナーシカって待って、マリリス、マリニナ、マリニナシカになってるなんかね、里、里のりが入っちゃった。そう、マリリシカ、マリリナ、マリリナシカになってる里が入っちゃったね。ありがとうございます。変換してくれたのかな、ありがとう。マリリナシカになってた、ありがとう、ごめんね。そう、砂糖を消せば OK かもしれない、ありがとうね、ありがとうございます。あ、ジャケ写の写真もありがとうございます。13位りょうさん、そして12位がこがーまん、あと、埼玉北部の生涯ゆかの人さん、ありがとうございます。てい、てい、って書いてある、ありがとうございます。ルナちゃんですね、ありがとうございます。またお待ちしてますね。そして、11位がジュンハンさん、ありがとうございます。長く、ハイブ長く行けず申し訳ありません。またお風呂に来なさい、入りも写真もぶちりました、ありがとうございます。楽しみにしてますね、ありがとうございます。よかったらまた
お待ちしてます。ありがとうね、お大事にね、ありがとうございます。あ、写真もね、インスタの写真ありがとうございます。ゆっくり休んでね、ありがとうございます。 G2 がジンハンさん、そして10位が世間アット愛してる新潟さん、ありがとうございます。最近は予定が合わなくてコンサートに向くへこんでたけど、劇場公演は順次復活していくので、これからよろしくね、待ってるね、ありがとうございます。ありがとうございます。劇場もねたくさんできるの楽しみにしてます。ありがとうございます。関谷さん、ありがとうね、全然謝らないんでね、あ、早く謝らないんでね、じゃない、へこまないでね、ありがとうございます。また待ってます。そして旧型歌詞あった西片木さん、ありがとうございます。オーライも美しい、おしめとあって話して楽しかったで、ありがとう。17日の公演も他もよろしく、ありがとうね、明日もね、ありがとうございます、楽しみにしてます。ありがとうございます。あ、生写真の写真もぜひチェックしてみてくださいね、ありがとうございます。あ、可愛かった、見たら可愛かった、よかった、ぜひチゲットしてみてくださいありがとうございます。旧が高橋さん、そして8位がジャンジーアと西形キャンタンさん、ありがとうございます。ありがとうございます。昨日も今日もありがとうございます。またお待ちしてますね。8位がジャンジーさん、そして7位がけいこさん、けいこアット西形さん、ありがとうございます。今月末オンラインを参加しますね。オフラインは9月の同期まで我慢、セタグッズも楽しみ、待機してます、ありがとうございます。待機しててありがとう。多分どんな感じ、どんな感じっていう、多分来やすい感じになってると思うので楽しみにしててください、ありがとうございます。ちょっとタオルはね未だに悩んでるんだよね、ちょっとタオルもね考えたいなって思います。ありがとうね、またお待ちしてます。7位がけいこさん、そして6位がK at 新潟さん、昨日のおしゃべり会楽しかったよ、明日のおしゃべり会もよろしく、ありがとうございます。待ってますね、ありがとうございます。あ、昨日の写真もありがとうございます。明日も楽しみにしてますね、ありがとうございます。今日はゆっくり休んで、ありがとう。そして6位が K さん、そして5位が宮野ミッキーさん、明日のオフライン、あ、違う、間違えた、明日って言っちゃった、昨日のオフラインおしゃべり会楽しかったです、3時もよろしくね、ありがとう。待ってますね。あ、ツイッターの写真だ、今 X っていうのか、 X の写真だ、ありがとうございます。楽しみにしてます。またね、あの、楽しみにしてますね、ありがとうございます。オフラインだね、三条だと、ありがとうございます。またお待ちしてます。5位が宮野ミッキーさん、ありがとうございます。そして4位が音速の寄稿者とワンタンさん、それってどういう意味それってどういう意味すいません、本当にごめんなさい、日向にそろそろ怒られる、ありがとうございますまたお待ちしてますね、ありがとうございます。すごいなんか怒った顔してる私ありがとうございます。4位が音速の木越さん、そして3位が涼介さん、やっぱマリダだな、え、それってどういう意味、確かに写真がな、私じゃないんだよな毎回本当それってどういう意味ですね、それってどういう意味ってすごい言葉あれだね便利だね、ありがとうございます。またお待ちしてますね。3位がりょうすけさん、そして2位がせつだとワンタンさん、サマーバッグ届きました、初中お見舞い、あ、残暑お見舞い、ありがとう、初中か、初中お見舞いカードもありがとう、明日のオフラインも楽しみにして、ありがとうございます。なんか残暑って呼んじゃった全然残暑まだなのに、ありがとうございます、嬉しい。あ、今この写真も生写真のやつ、ありがとうございますね、ありがとうございます。なので明日のオフライン、あ、明日オンラインか、明日のオンラインもね楽しみにしてます。私もいっぱいお話ししていますね、お話ししましょうね、ありがとうございます。サマーブックもありがとう。2位がせつなさん、そして1位がおり兄さん、配信を使ったのは体バキバキ筋肉痛が良くなったかな、あ、良くなります、ラジオ体操すると結構いいの、あ、そうなのね、久しぶりのカラオケも良かった、とりあえずダムアプリ入れてリクエストしてきます、ありがとうございます楽しい配信ありがとう。 PS、お盆休みって何ですか、そうだよね、お盆休みない方もいらっしゃいますもんね、ね、皆さんね、本当休めるときは休んでくださいね、ね、ね、お盆休みもなく、あの、お仕事の方本当にお疲れ様です、ありがとうございますね。またよかったらぜひ見に来てくださいね、ありがとうございます。1位がコニニーさんでした、ありがとうございます。ラジオ体操もしますねそうだよね、お盆休みない方もいらっしゃいますもんね、そうだよね、何って感じですよね、ね、でもゆっくり休めるときは休んでくださいね、もちろんないよ、そうだよね、そうだよね、あ、もう残暑お見舞いだった、合ってるのかな、ありがとうございます。あ、ごめんなさい、順番入れ替わっちゃった、13位が小川マンさん、12位がジュンハンさん、関谷さん、高新さん、恵子さん、ケイさん、ジャンジーさん、宮野ミッキーさん、音速の貴公子さん、
りょうすけさん、せつなさん、あ、ブルーオーシャンアットワンタン西ヶ岳さん、ありがとうございます。ごめんね、にん、ありがとうございます。まやちゃんが忙しかった間、僕も潜りになってました。申し訳ない。明日のオンラインおしゃべり会とても楽しみにしてます。あ、ありがとうね、今のつくしょも、ありがとうございます。楽しみにしてるね、ありがとうございます。じゃあ今出てになってくれたんだね、ありがとうまたお待ちしてますね、ありがとう。まやちゃん、ありがとうございます。そして1位がこれにした、ありがとうございます。ごめんね、ありがとうございます。ということで今日も見ていただきありがとうございます。暑い中お疲れ様です。そうだよね、みんなね、お疲れ様です。本当、熱中症だけには気をつけてくださいね、ありがとう。それでは今日も見ていただきありがとうございました。たくさんのコメントアイテムありがとうございました。またね、皆さんお疲れ様でした。お釜が待ち遠しくて、そうだよね、あともうちょっとだね、ありがとう。方ね、ありがとうございます。それではまたね、たくさんのコメントアイテムありがとうございました。また配信するときお知らせしますね。8月はいっぱいしたいなと思ってます。ありがとう、またね。あ、見れました、ありがとう。おやすみ、またね、バイバイ。暑いから気をつけて、ありがとう、気をつけるね。また明日、ありがとう、バイバイ、またね。おやすみ、りな、ありがとう。おやすみなさい、また待ってます。またするね、準備、あ、私もしよう、ありがとう、バイバイ。